いやあ、刹那圭介です。瞳の中のアビスやっていきたいと思います。さて、前回はとうとう謎の黒い影がいる部屋に突入していこうとしましたね。てかして終わったんです。それを見るのは次のパートにしようと思ったんですけど、セーブ、最後にセーブされたのがここだったみたいで、結構後に、まあ、こういう動くシーンを見るっていうね、主人公が動くところを見れるっていうのはいいことかもしれんな。で、ここまで来た。え、ギーってちょっと言おうけど、今のギーって何？え、ここ開けた音にしてはおかしいところになったよな。今のギーって音何？まあ、で、確かここら辺は見て、あ、窓割って、突入。その突入した後の話。誰もいない。その部屋には誰もいなかった。そして、何もなかった。あの黒い影、どこ行ったん？窓はそちら側からガラクタで塞がれていて、それ以外にも本当に何もない。空っぽの部屋だった。ガラクタだったんやな。今はここに何もいなくとも。ついさっき何かがいた部屋なら空気や匂いでそれはわかる。しかし、この部屋にそんなものは感じられなかった。マジで？え？何も痕跡残さずに去っていったってことなんか？今までいた部屋と同様、これまでで誰も足を踏み入れたこともないような、奇妙な真新しさがそこにあった。綺麗すぎるよ。ほんと綺麗すぎるよ、床なんか。全く傷んでない、汚れてないやもん。そうだ、ここの家政婦がめちゃくちゃ優秀なんだ。なるほど、そういうことにしとこう。わけはわからないそれは俺に言おんか俺の家政婦論に言おんか、それは一体あの気配は何だったのだ。いや、それよりもやはりこの小屋自体がどこか奇妙だ。ここは一体ノックを奏でる者はもういない。うん、この小屋ってさ、何の小屋なんだろう。何のための小屋とか全然わからん。なんかこういう山奥の休憩所みたいに感じに建てられたっていう親切なやつなんかな。親切なやつであんなん出てきたら困るけどな。吹雪の音ばかりが耳につき。あ、どけた。すごい豪快などけ方したね。たけしって名前つけたな。ちなみにその、あ、そうじゃそうじゃ、フローラ出て行ったんだった。フローラどこ行ったん？下？え？あれ？フローラどこ？出ていたんは知っとるけど。え？どこ行ったん？フローラ。前回出ていきよったんは見たけんさ、出ていたんはわかるけど、どこにもおらんねん。この画面、4つの画面どこにも。フローラのところへ戻ることにした。で、戻った。フローラはいなくなっていた。これ主人公視点から見たら、え？連れて行かれたみたいな。あ、そうか、この話しよったもん。せめて夢を叶えに行くわ。なんだそれ。こんな書き置きを残し、フローラは消えた。フローラ、お前何者よ。前のパートからいいよけど、何者やお前は。それほど名前を叫んでも、どれほど名前を叫んでも返事は返ってこない。防寒着も荷物も手帳もすべてこの場に残し、彼女は小屋から突然と姿を消した。ああ、なぜこうなることを考えなかった。考えるか、普通は考えんわあのフローラがおかしいんじゃって、フローラが勝手に出ていくことがおかしいんじゃって、自分の立場考えろ。魔女に憧れていた女性、知る人のみが実在を知る架空の存在に憧れていた女性、彼女、物語の語り手は、この世界の住人であってはならない。理想の作家像をこのような形に定義し、これから失われていく自分をフローラは必死に肯定しようとしていた。ここまで気づいていながら、なぜこうなることを考えなかったのか。無理や、普通に。いや、考えないようにしていたのだ。考えてしまったら、たちまち実現してしまいそうだったから。もはや、フローラ自身がこうした結末を強く望んでいたのが分かっていたから、
マジで嘘やろ。もう俺と視聴者さんも含めてさ、お前以外の誰も分かってなかったと思うわ。さすが いつも一緒にいたらだけのことはあるね。一言みたいに言うけど、助けられなかった。結局僕は間に合わなかったのだ。せめて夢を迎えに行くわ。彼女はこれで夢を叶えられたのだろうか。物語の語り手はこの世界の住人であってはならない。あ、この言葉がすごい頭に残るんですけど、意味は分からなくても頭に残ってしまう言葉第1位です。第2位は何だろう。ルン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 っていう誰かの奇妙な言葉かな。ルン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 って意味分からんけど頭に残ってしまうよね。第2位ね、それきっと彼女の核となる言葉。彼女の夢は物語の世界の住人になること。どんな魔法も使える魔女に病気を治してもらう。提案したのは君だった、フローラ。やっぱりか。なんとなくそう思っとったわ。そんなおたけしが考えるはずもないわ。それに賛成してしまったパターンのやつやな。魔女の居場所を提示したのも君だった。どこで知ったんだ。勘か、もしかして勘なんか。フローラ、君がこの地に来た理由は何だったんだい。君は初めから死に場所を求めてここに来たのかい。疲れた。もうずっとここで眠り続けていたい。ここはフローラに一番近い場所。彼女が最後に夢を叶えた場所。君は憧れの存在を夢見、その道先で果てた。僕もそうすることにするよ。AM3時15分。夢を見た。フローラが歌っている。落ち着きのある趣味のいい部屋。窓からの柔らかな日差し。小鳥のさえずりと歌声の心地よさに身を委ねながら、僕はレモンが香る紅茶をたしなむ。え、なにこれ。これ夢の中よな。夢の中よな。え、なんかいい夢見ようのやな。のどかな昼の集いかな。なんていう歌だい。彼女は答える。よくわからないの。また出てきたよ。もう抽象的なことやめえよ、お前。抽象的すぎてさ、これまでのパートさ、お前のことさ、ほとんどわからんのやけんな。俺も視聴者さんも。耳障りのいい不思議な歌。タイトルも作者も私は知らないの。知っているのはこの歌はこの世界の人間が作ったものではないということだけ。逆になんでそれ知っとんなら。お前、この世界の人間じゃないことを知っとんじゃな。フローラ、お前、もうさ、俺らの理解を超えるようなことを言うな。この世界の人間が作ったものではない。そう言うと、うん、この歌は誰が作ったものではないの。この世界のどの人間の手も介さず、この世に生まれて落ちた歌なのよ。こちらを振り向き、その方が面白いと思わない。面白いからとかそういう問題じゃねえし、俺は意味わからんで面白い面白くないの問題じゃなくなってるけどね。フローラは微笑んでいた。誰かの名前を冠したりかなしたらこの歌は浮かばれないわ。生みの親が存在しないこの歌は、すなわち存在そのものが神秘なのよ。目を輝かせ。人は、たかだか人が意図して作った流れなんかで感動させられるべきではないわ。真に人が感動する芸術はね、この世をならざる存在の意志で埋め落とされたものであるべきなのよ。自然の神秘ってやつか。けどこれとそれとは話が別な気がするな、俺は。うん、どこか妖艶に。嫌な夢だったわ。俺にとっては嫌な夢だったわ。だって意味わからんのやもん。そこで目が覚めた。フローラはいない。もうどこにもいない。
今あの日のことを夢に見るとは。あの日のこと、これ過去のことだった。夢のなんか幻想的なことじゃなくて過去のことだった。本当にあったよくわからない話やん。本校はならんでさ、よく本用やな、よくわからない話って。もうずっと昔の出来事なのに、あの日の一部始終は今なお脳に焼き付いている。こういうさ、意味わからんことに、こういう意味わからんことにさ、覚えて、意味わからんことなのに頭に焼き付いてしまうことってあるよね。彼女らしさに満ち満ちたって何？満ち満ちたってそういう言葉あるん？小春日和のエピソード。そう、フローラはずっと自分らしさを一貫していた。彼女は彼女にふさわしい形で自分の人生を全うしたのだ。何も悲しむことなどない。全ては美しく成し遂げられたのだ。ワイには BGM が悲しいタイプのやつですけどね。残りは後始末だけ。彼女を導いた僕も無に返して、それでおしまい。フローラの思い出に浸りながら、僕はここで心ゆくまで眠り続ければもうそれでいいのか。これ、このゲーム、怖いというよりかはよくわからないって感情と悲しいっていう感情が織り交ざっている、なんか神秘的なダブルチュアルですよ。ダブルチュアルってなんだろう。なのにどういうことなのか。どうした？あ、した？誰もおらんよ。やはり気のせいでもなかった。誰もおらんちゅうに。え？こんな足跡なかったって。え、なかったよ。確認するの忘れた。確認するの忘れたけど、もしかして、話を途中でこの部屋見たらなんかおったん？明らかに変な足跡あるんやけど、これ。こんな足跡なかったっすけど。あ？フローラの呼ぶ声が聞こえた。この足音、もしかしてフローラの足跡？まさかな。隣の部屋から。いや、そのさらに奥、ワイタ窓の向こうから、フローラの足跡や！絶対フローラの足跡。え？なに？なんだい？AM3 時30分。割れた窓の下には足跡が残されていた。ねえ。足跡は窓から先へ先へ。闇の奥へと続いていた。あ、魔女の降りそうなところやな。フローラがまだ生きている。いや、彼女の防寒着はここに残ったままだ。これは、本当にフローラなのか。闇の奥からかすかに聞こえる呼び声は、聞く限りはフローラのものだ。怖いよ。突然怖いことになってきたよ。フローラの声だけどフローラじゃないかもしれないみたいな。誰なんだよ、じゃあ。誰なんだよ。とても危険な匂いがした。もう最初からしとるよ。もう魔女のところ行くかところからもう危険な匂いってわかるでしょ。今さら言わんといてください。僕は誘われている。よくわからないものに。よくわからないってことがもう一番怖いわ。この小屋には正体不明の存在がいた。そいつが今こそ僕に対して何か行動を起こし始めたように思えてならない。お、行くのか。だけど僕は呼び声に応じることにした。吹雪は凄まじく、数歩先の地面以外は何も見えなかった。とうとうこの先、このさらに下に行けるんやな。闇と舞い散る雪が世界を極端に縮めた。これ以上吹雪が視野を埋めたら、僕はこの世界から存在が消えてしまうのではないか。まあ、お前フローラの考え方が映ってさ、幻想的な考え方になったぞ。お前やめろ。お前までそっちの世界行くな。そんな妄想と呼ぶほどに捉えられる世界は小さかった。あ、来た。とうとう下や。一挙るどんどん進んでいけるよ。先に何かあるかも分からずに、それだけにその存在感の待つ足跡、まっすぐに迷うことなく
それは一直線に小屋から先へと続いていた。もはや足跡しかないみたいな感覚なんやな。この吹雪の中、消え物なほどに、ね、まっすぐに。次。ほんとまっすぐすぎるやろ。また続ける。いや、この先にいるのはただのフローラだ。ただのではないな。奇妙なフローラだって言いたいわ、俺は。大方、すべて終わらせるつもりで、小屋を出たものの、途中で怖くなって、それで僕に助けを求めているのだ。しょうがない人だ。早く助けてあげないと。まあ、そういうことだったらいいけどさ。いいんやけど。そうやって、どれほど歩いただろうか。僕の目前に意外なものが姿を現した。何？まだ！まだ建物できた！え？小屋？小屋があった。足跡はその入り口へと続いていた。またかよ！嘘やろ！え？狭っ！狭っ！マジ狭いんですけど。なんなんこれ、狭すぎるだろこれ。さすがに何のために作った小屋か知らんけど狭すぎてさ。かわいそうになるわ、こんなんここで住みよる人が。ゲームで言えば二歩進んだら行き止まりっていうか壁やもんさ、反対側の。よし、じゃあ AM3時40分、切りがいいのでここで終わりたいと思います。なんなんこの展開、最後の最後で笑わされたこれ。こんな小さい小屋があるとかさ。でもここに何かありそうやな。というわけで仕上げ、またね。やっとね、変わった。